皆さんこんにちは、 B レジェンド染田です。本日は新登場限定フレーバーですね、ゴーゴーマンゴー風味、こちらのレビューをやっていきたいと思います。暑くなってくると爽やかなスッキリとしたねフレーバーのプロテインがね飲みたいんじゃないかと思います。そんなね季節にふさわしい新フレーバーですね、ゴーゴーマンゴー風味。マンゴーの果肉が非常にね美味しそうですね。早速ね飲んでレビューをやっていきたいと思います。おー、果実の爽やかな香りですね。香りもやっぱりマンゴーですね。爽やかなね美味しそうな香りがしております。こんな感じですね。サラサラですね。プロテイン1キロ買ったら、こちらのね、黒スプーンついてまいりますんで、こちらのね、スプーンすり切って1杯入れていただければ、大体ね、30g 計量できまして、タンパク質が 20g 取れるようになっております。こちらにすり切って入れていきましょう。それでは、すり切り1杯ですね。よいしょ。シェーカーのね、お水はだいたい 150ml から 300ml で飲めって書いてるんですけど、200ml が好きなんで 200ml 入れてます。蓋をね、逆に回してカチッって言ってからシェイクしていきます。泡立ちもね、ダマもね、ほとんどありませんね。早速飲んでいきたいと思います。あ、パウダーのね、状態でもすごい果実のいい香りがしたんですけど、水に溶かすとよりマンゴーのね、果実のいい香りですね。これが際立ってますね。美味しそうです。いただきます。うまい。超うまい。マジで美味しい。うまんごーっつってね。ほんまに美味しい。程よく爽やかで、程よく甘みもある。ほんと絶妙な感じですよね。マンゴーの果実感をうまく表現できてますよね。やっぱりこれからの季節でしたら、溶かした後にね、氷とか入れてキンキンに冷やして飲みたいなっていうふうに思いました。凍らしてアイスにして食べたいな。非常に美味しいですね。ゴーゴーマンゴー風味なんですけど、ミックスジュースっぽさを感じますよね。マンゴーが入ってるミックスジュースみたいな。マンゴーオレみたいな感じです。オレって言ったら牛乳感があるって思われる方がいるかと思うんですけど、そこまでミルク感はないです。非常に爽やかに飲みやすいマンゴーオレだと思っていただければいいんじゃないかと思います。こちらゴーゴーマンゴー風味の味のね星でちょっと評価していきたいと思います。甘みですね、そこまでも甘ったるくなく程よい甘みでしたんで星2つとさせていただきます。酸味ですね、そこまで振り切って酸味が強いっていうわけでもなく程いい中間ぐらいの、ね、酸味だったんで酸味も星2つとさせていただきました。すっきりですね。飲んだ後のね、こう口当たりとか非常にね、すっきりしてたんで、星3つですね、させていただきます。クリーミーさですね。マンゴーオレのようなね、程いいミルク感をね、感じることもできるんで、星1つとさせていただきます。ご購入の際のね、検討のね、材料にしていただければと思います。非常にね、爽やか、すっきりしてね、程いい甘みで飲みやすいフレーバーに仕上がっていると思います。こちらのね、栄養成分表示、お伝えしたいと思います。1食 29g あたりですね、エネルギーが 112.4kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.8g、 炭水化物が 4g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C が 42.1mg、 ビタミン B6 1.5mg となります。ご要望とかもねたくさんいただきまして、満を持して B レジェンドからマンゴーフレーバーが発売となります。数量限定でね早く売れちゃうかもしれませんので、ぜひお早めに手に入れていただければと思います。こちらのね動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL を貼り付けておきますんで、ぜひこちらからお買い求めいただければと思います。暑くなってくる季節、さっぱりとした爽やかなねマンゴー風味ですね、こちらのプロテインで暑い夏を乗り切っていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。